人生で最も価値のあるものは何か、この問いに、京セラの創業者、稲盛和夫さんは、二つの答えを与えました。まず一つ目は、どんな状況でも真面目に、一生懸命に生きること。私たちは、この世に撒かれた種のような存在です。どんな厳しい環境でも、文句を言わず、その場所で力強く花を咲かせることが求められます。そして、その花は、その場所だからこそ、一層美しく輝くのです。二つ目は、利他の心を持つこと。人々の幸福を心から願い、そのために行動すること。それは、自身の幸福への道でもあります。人は本能的により良くなりたいと願いますが、それが自己中心的な願いであれば、周囲の支援を得ることはできません。しかし、利他の心を持ち、他人の幸福を追求することで、自身も成長し、光り輝く人生を歩むことができます。だからこそ、たとえ理想の道を歩めなかったとしても、不平不満を捨て、今を一生懸命生きることが重要です。その努力が、あなたの人生を最も美しく、最も価値のあるものに変えていくのです。このメッセージは、どんな状況でも美しく咲く花になれるよう、あなたに勇気と力を与えるためのものです。一緒に、美しい花畑を作りましょう。